ちゃっ。こんにちは。今日は中日の動画です、はい。まあ、各チーム各選手が契約更改続々としている中、はい、ちょっと中日なんですけれども、柳投手が小笠原投手に続いて契約の更改保留という会見を開きました、はい。でこれ下交渉が球団社長となかったので一旦保留とさせていただきますというふうに会見では述べていたんですけれども、まあ、1億800万円からの増額提示を受けてもサインはしなかった。で内容はすごく評価してもらっていると思いますというふうに満足を示したものの、秋のキャンプ中から代表に一度どこかで話そうかと話をもらっていたが結局ないままでしたという無念さもあったというところで、ちょっとここは保留という、これはね、小笠原投手もやっぱりその球団社長と一回お話をしましょうというのがあったけれども、結局ここまで一回も話し合いの場を設けてくれることがなかったのでってことを言っていて、まあ、球団社長は本当多忙だったため申し訳ないですっていうのは話していたんですが、だからちょっと、まず下交渉っていうのが、まあ、多忙っていうのは言い訳だよ。まあ、先週一番ファーストでしょ。まあそうですね。考えればやっぱ夜でも会えるわけだからね、はい、会おうと思ったら、うん、これまず下交渉っていうのは、下交渉っていうのはさ、うん、まあある程度球団の提示額っていうのは、うん、このぐらいのことを考えてるけども、はい、君はどうやって考えてるんだっていう、はい、ことは聞かれるんだよね、うんうん。で保留って印象悪いじゃない、うん、球団としての、うん、だからそれを避けるために、まあ、下交渉っていうのをするんだけどね、はい、向こうが従うんだよ、球団側が、球団側が本来、はいはい、そうですね。それがなかったっていうことでしょ、はい、うん、だからどういうことの評価なのかとかさ、はい、まあ、この記事を見ると、うん、選手がやっぱこう話をしたいというね、はい、ことは伺い知れるよね。そうですよね、うん、だからまあどんな話をしたいのかっていうのは普通に考えたらどうやったら優勝できるとかさ、うん、まあ、どうやったらチームが強くなるとかさ、はい、そういう球団と選手の、うん、まあ、考え方をこう話し合うというかね、はい、まあ、そういうことなんだろうけどもね、うん。ただそれがやっぱりなかったのでっていうのも会見で話してたっていうことは、やっぱりちょっとそこももちろん引っかかってる部分ではあるのかなっていうことなんですよね、きっと。球団の何を言われるかっていうのは怖いのかもわからないよね。ああ実際に、うん、例えば小笠原にしたってそうだし、柳なんか特にそうだけども、援護点がね、はい、あるなしでは、うん、もう全く違った成績にはなってるしね、うん。だから、まあ、そういうところの評価はちゃんとしてくれてるんだとは思うけども ね、うん、あのね、選手って他のところではなかなか言えないんだよ、はい、まあ、なかなかってはほとんど言わないんだよね、うん、ただやっぱこう契約更改の場所でいろんな意見交換をする唯一の場所なんだよ、うん、言える場所はそこだけなんだよね。いや、大体そこだけなんだよ、はい。でシーズン途中でそれは呼ばれて君はどう考えてるって言ったら話はするだろうけども、こっちから話を聞いてくださいっていうことはほとんどないわけよね、はい、やっぱそのプレーに集中するから、うん、だからその契約更改の時にじっくり話をしたいっていう、うん、そういうこう選手の意見かなっていうふうには思うけどもね、うん、その思い、でもそれはすごくね大事なことだと思うんだよ、意見交換をしていくっていう上で、うん、だからそれができないまま契約をして来年プレーをするっていうのは嫌だったんじゃないの、まあ、そういうことでしょうね、うん。あとは、まあ、あの不信感ではないですけれども、やっぱ信頼関係という意味でもやっぱり一度お話ししたかったなっていう。いやだけどその言ってたわけでしょ、球団が、球団社長の方が一度話をしようとか、話をしましょうっていう、で下交渉もしようみたいな、はいはい、でそれを一回もなかった、一回もなくて、はい、で席について、はい、じゃあサインができますかっていうんじゃない、うんうん、やっぱこう話し合いの場所っていうのがね、うん、だからおそらく小笠原も柳も金額的にはそんなに不満はないはずだよね、うんうん、はい、だけどこう自分の意見を言える場所っていうのがね、うん、なかったっていうのが嫌なんじゃないの。多分そう、だから俺らもそうだもん、あ、やっぱり俺らの時から契約更改っていうのはその時しかチームのことも話せないし、うん、そういうところでやっぱりしっかり話をしておきたいっていうね、はい、いう思いはやっぱあったよ。
まあ、選手のそうですよね。だから俺も結構保留はしてたけども、はい、そのまあ金額的にもその折り合いつかないとか、そういうこともあったけども、でももう一回話をしてみたいなっていうことで、じゃあ一回保留させてくださいっつって、もう一度出直して同じ金額でサインしたこともあるし、はい、だからそういう意味では唯一だからさ。そうですよね、だからそこら辺は分かっててほしいなって思うね、球団の人たちが。そうですよね、うん、でさらに今度木下拓也選手が、はい、契約更改しました。これ現状維持の6800万でサインしたんですけれども、一応金額は推定です、はい、ただ複数年提示されたものの、本人から断念というふうに申し出たというところで、これちょっとびっくりというか、いや、まあ、例えば、はい、来年もっとやってね、うん、アップ提示で、はい、今現状維持のサインを求められたわけでしょ、はい、まあ、サインしたのか、はい、サインしました。いやだけど来年もっとやって、うん、高い金額の複数年契約を望んでる可能性もあるし、はい、だけど1年経って、あ、自分の働き場所がないなと思ったら外に出る可能性もあるし、あ、だから含みは2つあるよね。そういうことなんです、多分ね。なかなかね、なんか複数年持ちかけられて断念っていう風なのって、だけどその金額がさ、うん、いやそんなんじゃないと思ったら、うん、断念でもう1年、うん、必死にやって成績を上げて、もっと高い金額の複数年契約を勝ち取ろうって思うと、うん、まあ簡単にはサインしないよね、はい、あとはその FA っていうことも考えてたりっていうのは、まあ、もちろんあるよね、うん、だからまあ他の球団の話を聞きたいとかね、はいはい、まあ、そういうことも含まれてると思うけど ね、 ですよね、まあ、順調にいけば来季の序盤にも国内の FA 権取得の条件を満たすので、うん、やっぱりその FA じゃあこれがなんかファンはでも嬉しいよね、球団としては出ていかれちゃ困るし、うん、FA 取って手を挙げられるの困るから複数年でっていうふうに、だからそれはすごく木下としたら、うん、まあ、嬉しかったと思うよ。そうです、ね、ただ金額的な折り合いっていう意味では、うん、複数年やる上ではちょっと少ないかなっていうふうには思ったんじゃないの、うん、ああそっか、なんかね、例えば中日ファンの方が、あ、やっぱ来年 FA で出ていくから断念なのかなとか、まあ可能性もあるよね、うん、もちろん考えちゃうんですけれども、うん、まあそのあたりもね、もちろん FA でね、あの手を挙げるのは、でも FA ってさ、やっぱ取ってみたいよね、権利だから、まあ、残留込みの手を挙げて、はい、他球団の話を聞くっていうのは、うん、楽しみの一つでもあると思うんだよ。確かにそうです、ね、まあ他球団はいいことしか言わないけどね、まあもちろん欲しかったらね、うんうんうん、だけどやっぱその評価を聞くっていうのは複数年よりも魅力があるんじゃないのですよね、うん、ただやっぱりその根底にあるのはもしかすると若手を首脳陣が使い始めて、その構想からもしかして自分も外れるのかなっていうふうに思ってるのかなと思わせるのが、中日の涌井投手が、まあ、現状維持1億円で契約更改したんですけれども、若手に対して、まあ、もう少し必死になってレギュラーを取るぐらいの、1軍を取るぐらいの勢いの心持ちを持たないとダメだっていうのを異例の記者会見で述べたっていうことも、まあ、木下選手とかが単年契約で若手に構想がいってるのかなって思わせるような、この内部事情なのかなと思ってしまったんですけれども、いや、なんてもっとギラギラしなきゃいけないっていうふうに涌井は言ってるわけでしょ、はい、いわゆる今年から、まあ、あの若手というか若い選手で若返ってっていうことで、中日っていうのは野手は特にこう進めていったと思うんですけれども、その中でやっぱり、まあ、大野雄大投手もそうですけど、投手陣から若手の野手がもう一軍が取れてると、定着できてると思ってると、そのやる気が見えないっていうのを話したりとか、その首脳陣のなんていうんですか、そういう政策というか、そういうものがちょっとよくわからないっていうふうなことを、異例といえば異例なんですけど、まあなあどうしたら、ただ物を変えるっていうのはさ、はい、劇的に変えるか、はい、徐々に変えていくかっていうことなんだけども、まあ、どちらかというと劇的に行こうとしたものが、はい、劇的にまだ行ってないよね、はい、行ってない。だからまあそこら辺でやっぱこう滞ってることはあるにしても、強いチームを作ろうとしてる志っていうのはみんな一緒なんだよね、本来はそうですよね、うん、だけど選手は自分のことだけやればいいけど、監督コーチって本当にいろんなこと考えなきゃダメなチームの中の、だからそこがうまくいってないこう見えるだけで、補強もしてるし、まあそうですね、オフに、今オフにしましたもんね。じゃあ今年大野が投げれてたら、じゃあどうだったんだって、再開免れてたろって思うとさ、
確かにそれはあります、ね、うん、それはあの、まあ、選手も言い分があるだろうけども、うん、我慢してると思うよ、首脳陣も、うんうん、そうなんです、うん、だけどその職場の雰囲気作り、はい、まあ、これはやっぱり大事だよね、うん、人があの若手が成長していく上で、うん、どういう環境で若手が育つっていうことをやっぱこうよくしっかり考えてね、うん、まあ、やるといいかなっていうふうには思うけども、やっぱ選手も勝ちたいんだよ。もちろんそうですよ ね、まあ、ね、2年連続やっぱ最下位になってるね、首脳陣も勝ちたい、その中でストレスがものすごく溜まってて、いろんな意見が自由に出始めてるっていうのが、うん、今の中日かなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、だからなんか、まあ、投手陣がやっぱりね、ベテランとか中軸とかそれなりの選手がやっぱりいて、ただ野手は若返ったので、やっぱり若い選手がいないというと、マインドがやっぱずれてくるのはしょうがないんですかね、うん、だからね、そこでしか言えないんで、いや選手も、いや他で言うと批判になるし、まあそれはそうですよね。いやだけど堂々とした会見の中で言うっていうのは批判ではないし、はい、やっぱチームとしてこうあってほしいっていうことを言ってると思うんだよ、うんうん、だから涌井だって今年春先なんかめちゃくちゃ良かったんだよ、はい、でも打ってくれない、うん、エラーはする、はい、そういうことで勝ち星と負け星が逆転現象してるんだよ、はい、本当は逆にならなきゃいけないぐらいの活躍度は俺は枠用あったと思うんだよね、はい、そこの歯がゆさがあっての言葉だと思うよ。そうですね、だからお前たちは何をやってんの、同じプロとして、うん、俺がマウンドに登ってね、うん、俺はプロとしてずっと十何年間飯食ってきたけど、うん、お前らの態度はそういうことではないっていうね、うん、あのやっぱ知った激励だよ。そうですよね、うん、だからそれはね、俺決して悪いことではないと思うし、うんうん、野手もピッチャーも同じチームに所属してるわけだから、はい、志は一緒じゃないとね、うんうん、いや俺たちはまだ 1,2 年目だしみたいな、うんうん、そういう甘えじゃない、もうグラウンドに出た以上は言い訳なしだよ、うん、そうですね、うん、同じプロですもんね。そうそう、だから使ってくれる監督にも本当に感謝しながらやんないとさ、うん、ね、だから俺はいけないと思うですよね、うん、あともう一つ、あの福谷選手が契約更改の時に、まあ、異例なかもしれないんですけれども、まあ、中地選手が、減俸だったんですよね。これもちょっといやちょっと待ってびっくりなんですけど、うん、ちょっとびっくりだな。なんでルーキーで入って登板してデビューしたのに減俸ってどういうことだろうか、ちょっとびっくりしたんですが、これも異例なんですけども、さらにその減俸に対してちょっと減俸はおかしいと思いますっていう発言をしたっていう、これもまた公の場で中日大丈夫かなって。いやでもそれは公の場で言うことでもないけどね。自分のことではなく、いや自分の心配してるっていうふうに思うけどさ、あのルーキーのね心配をしたっていう、うん、あの中地投手が減俸なのちょっとおかしい、ダウンはおかしいです、まあ、おかしいっていうかちょっとびっくりだな。それはびっくりなんですよ本当に。いやあれだけな投げててな勝ち星2勝かな、2勝、あ、してるしな、なんで減俸なのかね。ちょっとそれが欲しい。いやせめても現状維持でいいかな。そういやそうや、現状維持がちょっとプラスでもいいかなと思うんですけど、ね、確かに2人の言うことは分かるけどこれは球団の決めてることだからさ、でもうサインしちゃったら終わりだからね。そうなんですよ、うん、だからそれはちょっとおかしいな。なかなかおかしいですよ。ただ豊さんが例えば現役の時に契約更改の記者会見の場で一言言わせてください、ちょっと俺の後輩がルーキーがなんであのダウンだったのかちょっとそれが納得いかないですっていう、いやその漏洩してるっていうのが問題だよね。いやだって原稿か原稿じゃないかっていうのは普通わからないもんなんだよ、ね、本人でしか、まあ、それもう新聞記者とか、はい、新聞で見るしかないし、まあ、本人から聞くっていう、まあ、相談があったのかもわかんない、なんとか原稿なんですかねって。そうそうちょっと厳しいよな。そうまあ、してはドラフト1位だからな。そうなんですよ、ちょっと上げてやるよみたいな、そんな感じはするけど、まあ、そこには同情するけど、なんで2人が言ったのかなみたいな。いやそうなんですよ。いやだから結構今回その契約更改の記者会見の場で中日の選手がいろんな発言をしてるっていうのがなんか大丈夫かな、ちょっとね自由に差しすぎだな発言とかをっていう、うん、なんかやっぱねチームの、うん、その恥というかさ、はい、恥でもないけど機密事項じゃない普通は、はい、そういうことはあんまり出さない方が俺はいいと思うよ。いやそうなんですよ、うん、だからこういうの見るとあなんか内部で今派閥とか紛争とか揉め事でもあるのかなって勘打っちゃうんですよね。普通は言わないけどね、うん、
だからまあそこら辺は観光例を引いた方が、うん、本来もうとにかくみんな志は一緒で、もう優勝しかないんだから、はいね、そういったことはもう出すなと、はいね、それがもう相手からすると隙だらけに見えちゃうしね、はい、だからそこら辺はやっぱこう襟を球団が正した方がいいと思う。そうですよね、はい、まあね、契約更改っていうのは、契約っていうのは来シーズンさらに士気を高めるための一つの契約のね、そういった場でもありますし、1年間縛られるからね、それで もちろんね、複数年だったり1年間縛られるってこともあるんですけども、あの来シーズンね、本当にあの選手がチームが強くだって一丸となって戦っていけるような契約だといいですね。まあそうだな、まあでも中地にはちょっと同情します。そうですね、はい、